画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。久しぶりにモンストを立ち上げてみたんですよ。結構やってなくて、あのツイッターでモンストってもうやってないんですかって言われて、はっと思って、あモンストやってねえなって。で久しぶりに開けたらやったらオーブもらえたんだよね。定期的にこう開けるとさ、別に課金しなくてもめちゃめちゃオーブってたまるんだね。知らなかった。っていうか星5確定ガチャがさ4月10日までの23時59分までやってるということで、私お一人様1回限りのね星5限定、のやつをやっていきたいと思います。実際、まあ、お目当てのキャラって久しぶりにやったから私ってもうあんまりなんだろう、何が欲しかったかって記憶にないんだけど、アーサーをすぐ欲しがってたような気がするんだよね。っていうか欲しい、今見たらこれこの絵を見たら欲しいっていう気持ちが舞い戻ってきてる。早速やっていきましょう。星5限定確定ガチャ、うん、何が出るかな、楽しみだな。みんな何出たんだろうね。後で聞いてみよう、友達とかにも。よっしゃ来い来いせいっていうね、まあ、気合い入れたところでね、自然体で臨むのが一番ですよ。うん、いいよいいよ、別に全然いいよいいよいいんだけどね、この人ね、この人あれだっつうんじゃない、なんかなんかよく見たことある人だよね。どの人だっけな。ね、そうこの人ほら、あの1、2で4体目4体目っすか。一人もう これになってますからね。うん、神化かな、うん、かなんかやってますから。あの闇属性めっちゃ被るんだよね。だってクロノス被ってるでしょ。で源義経かぶってるでしょ。で桜にもかぶってるでしょ。オセロかぶってるでしょ。親指姫かぶってて、あ、まあ、ルシファーはさすがにかぶってないんだけど、でこの、この誰でしたっけ、ジークフリートか、ジークフリート2つかぶっててっていう、あ、まあ、この人もそうですよ、うん、サルトビサスケかぶってますね。まあそんなわけで私星5限定、はまあこういう結果になりました。じゃあついでなので、なんかこの料理人シリーズっていうのが3月26日までなので、1回ガチャ引いてみましょうか。まあいただいたオーブで、何が出るのかちょっとわからないんだけども、あっ、ユーター叫んだ、星5確定ということで来ました。私なんかやっぱ引き運いいのかな俺。あのデコレーションショコラかわいい、めっちゃやべえ。このそういうの来るとまた私モンスト熱が再熱するんだよね。これ、え、当たりの方だよね、どうなの俺。ほらほら、あの闇属性来た、やっぱ私。じゃあこっちの上の、水属性のやつもやろうか。なんか限定キャラのダルタンヤンっていうのがいるんだけど、まあまあもらったオーブだから、まあ1回ガチャやってみましょう。いきますよ。はい、さすがに2回連続はないという感じでしょう。さあ来い、さあ何が来る。うん、ご視聴の方ありがとうございました。どうせなんでさっきの、デコレーションちゃんね、レベル極みにしてマックスにしてちょっと進化させてみたいと思います。うん、どれどういう風になるのかな、楽しみだね。からの戦車に乗ってるっぽいけど、あ、なんかミキサーみたいなの持ってるよ。これでスムージーとか作るのかな。パティシエールショコラということで、なんかお菓子を作るんでしょうねこれ、おそらく。マインスイーパー、ゲージでアンチ重力バリア、あ、アンチ重力バリア私好きだからね。ラックスキルクリティカルと、うん、いうことみたいですね。クロスレーザー EL と、ワクワクの力も最初からもう持ってんだね。一
応これ選抜に入れときましょうか。うん、なそんなわけでね、ご視聴の方ありがとうございました。ベルカでございました。皆さんの曜日 FPS ライフ、いや違う、ゲームライフ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。